猿係城は、備中国下道郡、小田郡堺、現在の岡山県倉敷市真備町妹と、小田郡矢影町、横谷の境に存在した、日本の城。倉敷市側は、指定史跡、矢影町側は町指定史跡にそれぞれ指定されている。現在の倉敷市から矢影町にまたがる、標高243メートルの猿係山に、存在した連閣式の山城である。 その歴史は、平安時代末期に遡ると言われ、武蔵七島の一角を占める小玉島の旗頭であった昭華町が、備中国に領地を与えられ、ここに城と館を築いたことに始まると伝えられている。以後、戦国時代に至るまで少子の居城となった。南北朝時代初期には、南朝の北畠近草に属し、足利高氏配下の河茂茂直と戦火を交えた。 戦国時代中期の天文2年当時の城主であった、小試氏しは松山城の上の寄氏を攻め滅ぼし、備中半国を廃下に収め、試氏しは松山城に移った。猿係城には一族のホタジツキンが入った。天文22年山越と結んでいた、小氏に対し、各種城主で備中に派を争っていた、三村家地下は、守利氏と結び猿係城を攻略した。 試しと家近は、家近の長男の元優を、ホタジツキンの養子とし猿がかり上主に据えることで、和睦した。A61 年試しの子、翔高助は、備中に侵攻した、うっき直家に呼応したため、うっき氏が一時猿がかり上を落とした。これに危惧を感じた、毛利元成は四男の元清を使わし猿、がかり上を奪取する。この年、毛利氏の援軍により、 家地下のこの元親が高助を追い落として、松山城主となり、備中に羽を唱えた。天正二年元親が織田信長と結んだため、毛利氏と三村氏が争う備中平乱が起こり去る、係城は三村氏攻略の前線基地となった。天正三年五月に松山城が陥落し、備中平乱は終結、元親は自陣した。 この時の先行と元清の収曹によって、元清は猿係城を預かる常番となり、猿係城の所在する、備中国小田軍を中心に五千艦の治行地を与えられた。元清はそれまでの居城であった、秋桜美城を妻の御北音と宮廷の再菊丸に、任せて猿係城に移り、毛利氏の東部方面への侵攻を抑える重鎮となった。また、 この際に元清は在場した猿がかり城のあった方田ごという罪名から保田を名字とした。天正十年には、橋場秀吉による高松城水攻めの際、毛利照元の本陣となった。天正十一年元清は猿がかり城の西部にある茶臼山に中山城を築いて移った。猿がかり城には、重心の獅子戸高家を城代として置いた。天正十七年、 広島城の建設が始まると元清は不審奉行として広島に常住するようになった。慶長5年、毛利輝元が関ヶ原の戦いにおいて西軍総大将として敗将となったため、傍聴二国に大幅に減放された。城の周辺は幕府領となり、猿係城は敗城となった。城跡は、年月日に、 町の史跡に指定され、倉敷市側が10年後の2006年7月28日に市の史跡に指定された。ありがとうございます。